では、今日はですね、インベンションの12番でございます。あーでは、胃腸腸になります。うん。どうでしょうかね、他の曲の胃腸腸。まあ、あれですね。無色透明とまたちょっと違うけれども、うん、でもちょっとちゃんとしたこう個体というか形があるような透明系かな、うん、何かノスタルジーな匂いがする時もあるかもしれませんね、この胃腸腸というのは、うん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 、そうですね、他にピッと思い浮かぶものが今のところはないですが、この12番は別にそのノスタルジーまではいかなくて、まあある種バレエのようなこう回転の様とか、まあエレガンスな感じ、ですね、うん、それがすごく主な、テーマだと思います。上品でまろやかで、そしてあのバッハがやっぱりこの作曲に込めたであろうこの楽器を使ってこの旋律で音を歌わせてあげてほしいというテクニックを磨くという、ことですね。まあ決定的に目立つところは7小節目が、ここすごくなんか特徴的な名場面かなと思いますけど、もしかしたらチェンバロで弾くとしたら左手は下で右手は上鍵盤でこう弾くかもしれません、うん、まあ大事なことは右手と左手が違うことによって、大体の人は右手が器用なものだから左手の方が多分テクニックがちょっと難しいと思うんだけど、そのテクニックの右手と左手による違いを聞こえさせないようにしないといけないけれども、パートが違うわけなので音色を変えないといけないと。ていうか器用不器用な様を伝えちゃいけないんだけれども、音色が違うようにうん、弾かないといけないというところですね。まあ自分が気をつけるとしたら、まあ左手の最後の3つの音は何かにこう収まろうとするものに対して、右手の3つは空から降ってくるようになりながら降りてくるように。もしできたらこの後が一人の人間が2つの音を同時に聞けているという、という世界観を提供できるとなお良かったかなと思います。続いてあるような左手の8分音符、例えば右手、これ6つの音をすべて工夫して重さや長さや色合いが一個たりとも同じじゃないように工夫した方がいいと思います。うん、そういうのが必要ですね。させているけれども、音が同じところから音が生まれてくるっていう風に聞こえさせてると、やっぱりどうしてもピアノという楽器で、演奏する以上飽きてしまうので、
まるで音がですね、地面とか床とか上からとか向こうの方からとか、まるで聞いてくださってるお客様の椅子の下からとか、あるいは扉の向こうとか舞台袖とか、もうあるいはホールの外からとかね、ホールの外の森からとか、もういろんな発想でいいから、いろんなところから音が発生しているかのように、我々がやっぱりクリエイティブに工夫して音を出すことってできるはずです。こういうパドと、あるいは現在の音なのか、過去からの音なのか、未来からの音なのかとか、いろんな工夫が、実は音楽ってやっぱりできるかなと、そういう魔法をたくさんかけてあげると、いいかなと思うし、そういうものにやっぱり気づかせてくれるというか、アイデアをなんか誘われて、誘ってくれてるように書いてあるような、気がいたしますね。このバッハは特に私練習していてというか勉強していてすごく思うのが、何にもこの心を汲み取らないとただの練習曲になりやすい曲、音が並んでいるだけの曲になりやすいんだけれども、一番単純に見える素材なのに、ちゃんとバッハの心が宿っているっていうところに魅力が感じます。例えば明らかな、メロディー、例えばショパンのようにね、例えばっていうメロディーがあったら、まあこういうイメージなのかなって浮かびやすいんですけど、モールス信号のような感じとか、何でしょうか、なんかこういう CM が昔、何かのコーヒーでしたっけ、なんかあったような感じがしますけど、一見単純な記号文字の音符なんだけど、実はそこの素材から心が配られていて、それを汲み取った時っていうのがなんかすごく美しいのかなって、思います、なんか単純な見方をすると見過ごしてしまうような気がするんですが、一見ただのスケールがそういうことじゃないよということですよね。でここから出発することによって、さっきのようなショパンやシューマンやっていう曲の見え方が、もっといろんなことが汲み取れるようにっていうふうになっていくということなので、ピアノが上手になりたかったらこのバッハの曲集を今一度深掘りしていくと、自分の手や感性やひらめきやというアイデアがレベルアップ、スキルアップしていくなっていうものが自分で確認できるんじゃないかなというように、書かれているような気がします、やっぱりその、まあ、よくあるのが感動を伝えたいとか、聞いてる人の心を動かしたいっていう、まあ、目標が一つあると思うんですけれども、心をやっぱり動かすにはやっぱり心が心を動かすということなので、まず自分自身の心を育てて、自分自身の心でこのバッハの心で込めたものを、汲み取るということに対して繊細な感性で、接触してあげるということが、大事です。でその際にですね、気をつけないといけないのが、パッと
単純なというか、色付けしたというか、分かりやすくというか、分かりやすさっていうような変化のさせ方っていうのは、受け取る方もやっぱりインスタントなものだと思うんですよ。ちょっとこう簡単なというかね、あ変わった、あ変わった、で私これは芸術じゃないと、思っております。例えば何かの部分がこうあるから2回目ちょっとこうエコのようにちっちゃくする、これはある程度のレベルまでは受け入れられるでしょう。変化させていて工夫していますねとか、変化をつけられてていいですねとか。でもこのバッハの作品を弾いて、まあ、勉強しているものからすると、そういうレベルの人じゃないんじゃないってちょっと思うんですよ。だから変化をさせるとか、何か色をつけようみたいな発想は、私からすると偽物かなっていう気がします。じゃあどういうことなのかって聞かれると、一番言葉で当てはめようとすると、再創造するっていう、まあ、やっぱクリエイティブな、感じかな。何かを、なぞってっていう感じ、あるいはあるものに対してプラスアルファ何か してますよっていうことではなくて、なるべくバッハの目線に立って、紐解くか、あるいは、演奏していくっていう感じかな。なので、アンプするときっていうのは、アンプをしようと思って覚えようと思って覚える箇所って、まあよほど難しいところ、2回目とか3回目はこっちがこうなってて、これがこうなっててとか、でない限りは、だいたい私の場合は気づいたら覚えているっていう感じのパターンが多いです。でなぜかというと、その作曲法とか作曲家の語法っていう感じを追いかけていくので、こうなったら次の接続語はこういうものが当てはまってこういうふうになるよね、なっていますよねっていうふうに会話をし続けていくから、こう気づいた時に覚えていくっていう感じですね。で、演奏会、の当日っていうものは、例えばなんか台本というものがあって、それに対してなぞってなぞってなぞっていくっていうアプローチでは弾いていなくて、まあ例えばそうやって弾いたとしたら仮に何かの音をかけて、仮に何かの音を、まあ、見失ってとか、技術的な当日のトラブルで何かが外れてしまった時に、瞬間的な落胆って多分すごい強くなっちゃうと思うんですよ。あ、やっぱり人間ですから欲望もそれなりにあって、うまく弾きたいとか、あるいは完璧に弾きたい、ね、これここまで何ヶ月も準備してて完璧に弾きたいけどずれちゃった、あどうしようっていう風なアプローチで行く演奏家ももちろんあるとは思うんですけど、そういうことよりもまるでバッハのように作曲家の自身のように、この曲を初めて世の中に演奏するかのような感じでいくと、でちょっと強引な言い方かもしれませんけど、仮にですけど楽譜と全く一字一句、同じように弾けなかったとしても、まあ弾けることってなかなか難しいと思うんですけど、弾けなかったとしても曲として成り立ってしまうっていう、可能性ってあると思うんですよ。成り立ってしまうっていう言葉が良くないかもしれませんけど、だから大事なことは作曲家の意思と同じレール上にいるかどうかっていう考え方なのかな。
なので、その領域に達するまで準備を重ねるということが、まずは一番の使命かなと思います。で、当日、演奏会の当日なんていうものは、やっぱりもういろいろなものがものすごくリスキーにというか、精神的にもいろいろね、起こりうるかもしれないものであって、そこまではやっぱり、ある種のそれがコンサートの魅力、魔力だったりするわけなんですけど、勉強の仕方、準備の仕方っていうものを大切に考えるっていうことは、それぞれの人の、考えとして大事かなって、思います。ちょっとアンプの方法、仕方みたいな説明にはなりましたけど。で、この曲にちょっと今一度戻ろうとすると、工夫の仕方ということになりましたが、例えば最後の。ここ名場面ですよね。これ例えば最初の音、これだけでも、いろんな工夫ができると思うんですよね。例えば、発想ですけど、自分が喋ってる声、自分が喋ってる声と自分じゃない誰かの声が、もう一回自分が喋ってる声、自分が喋ってないんだけど自分の声が勝手に出てるとか、そういうアイディアもありだし、あるいは距離的な問題でだんだん真ん中薄まっていくとか、視野がぼやけていくとか、そのいろんな工夫の仕方が、あると思います。こういうところを工夫なく、あるいはちょっと品のない感じで工夫するっていうと、やっぱりちょっとバッハのこの格式の高さっていうものが失われちゃって、クラシック音楽っぽくなってしまうのかなと思います。最初のところに戻ると、単純なこのリズムなんですけど、これをと難しい左手と一緒に、さっきの右手の単純な音が作られているという、ここをちょっと今考えてみると、まずこの「インベンションシンフォニア」シリーズで右手と左手が、ゆっくりではなくて、ミドルテンポ以上のもので、さあ両方同時に出発しますよってパターンってまず珍しいと思うんですよ。どちらかというとこう来て追いかける。フーガという言葉の、意味に逃げるっていうか、追いかけるっていうか、あるものをっていうものがあるけど、ここ明らかに最初から、でありますよね。で、もう言葉で難しいんですが、決してこの左手の6つのこのテイストが同じ重さに全部ならないことで、単純に言ったら最初の6つを3つ3つに置き換えるっていうパターンもありだし、ここちょっと重めとちょっと軽め、でもこの重めの中がちゃんと全部が違う重さ、ここもそうですね、後ろ3つもそうですね。綺麗に見つけないといけないという、
という感じがあるんですが、まあ、これちょっと演奏聴いてもらうのが一番早いんですけど、さっき言った三三に分けて重い軽いって思ういうパターンがあったとしたら、左手と右手が入れ替わった時の右手なんかはもう5つぐらいまで僕ベターっとレガートのようにという、なんかこうパターンがありながらパターンに収まりきらないところがバッハのやっぱり魅力で、あの制約を作ってしまうとやっぱり曲というか心が殺されていってしまうので、制約を学ぶということはすごく大事なんだけど、それにとらわれちゃいけないということが一つ、それから芸術作品の演奏にゴールがないということも一つですね。今日うまくいったよなんていうものはある程度のとこまでだったらいいんですけど、うまくいったとしても必ずそこの先の世界がやっぱりあるっていうことですよね。うまくいったとしても、まあ、ちゃんと睡眠をとって翌日に起きてみたら、ああもうちょっと違うアイデアがさらにあるよと、奇抜なとかじゃなくて、まあ、浮かぶっていう人こそあの芸術の才能に恵まれた、人だと思います、うん、そういう人がまあ何だろう、何年経っても聞いてみたいなって、まあ、思われるような人かなと思いますけど、うん、これこの曲このようにですね、同じ音が、あの続くからこそそれぞれの人の想像力、クリエイティブな方ですね、クリエイティブな想像力がやっぱり問われるという、ことになると思います。ここも上に向かうテントというものとか、うんうんうん、そう、なかなかここの曲に関してもある種のやっぱり私も苦戦を強いられた記憶がありますが、フィボナッチ数列の黄金比のパターンがちょっと当てはまるかもしれません。要するに全体の小節数×0.618 をかけるですよね、まず1番。そうするとだいたい12小節後半のまあこの場面になるんですけど、ここ私やっぱりすごくですね、好きな箇所ですね、うん、右手と左手が全く同じリズムで、この曲集のこの2ページにしてみたら随分長い道のりをこう両方が一緒に付き添ってい、くと、何かしらの工夫が、考えられるところだと思います、うん、ちょっと短めに、統一感もありながら重要なところを小節のところで次の 0.618 をするとここかな、うんうん、まあこれはこの何だろう、計算っていうのはだいたいクラシック作曲家の場合はだいたいハマっていくので、一つ参考にしてたらいいと思います。まあ曲のストーリーの作り方っていうものですよね。建築士うんぬんと一緒でやっぱり橋の架け方をうまく架けてあげないと、やっぱり一つの物語というか一つの構造美として聞き手が
やっぱり心が離れてしまうっていう。例えばなんかここが名場面と思いがちなんですけど、実際はまだ全体から見ると名場面かもしれないけど、まだまだ引き立て役であるよと。なのに演奏家がちょっとフルエネルギーでうーとかってやってると、そこはいいかもしれないけど、やっぱり全体を聞いていくと辻褄が合わなくなってくるよということになるので、私はなので大体生徒様のこの演奏を聴くときっていうのは基本的に、長めに聴いて、時としてというか、よくあるのは1曲だけじゃないですよね。ずっと何曲か聴いて、何曲か聴いたからこそ、おーって確信をつかむようなアドバイスが浮かんだりとかっていうこともやっぱり多々あるので、目先の何かとか分かりやすい何かで飛びついた表現もしてほしくないし、飛びついたような何かでレッスンをしない方がいいのかなと。何のためにこの動画を残しているのかってちょっとそこまで考えてないんですが、レッスンということに考えたら、やっぱり、作曲家の考えがうんぬんとかっていうことももちろん大事なんですけど、教える側がすごいぞというような時間にはしちゃいけないとは思います。どちらかっていうとやっぱり、教える側、先生と呼ばれている側の方が、何かこう上の関係にあって、自分のなんていう日本語がいいんでしょうか、権力っていうのはちょっと違うでしょうか、立場っていうのか、そういうものを守りたいがゆえに、自分の凄さを見せるような感じの口調とかアドバイス内容っていうのは良くないというか、受け手がやっぱ育たないんじゃないかなと思うので、受け手のやっぱりその知性や感性や心というもの、あるいは目というか、そういうものが一番主役にあって、そこに入りながらどうでしょうかっていうふうにアドバイスしてあげられると、伸びていくんじゃないかなと、思います、あとはこの曲もそうなんですけど、ハーモニーの重要性ですよね。西洋音楽のすごく根幹となるハーモニーの捉え方が、例えば大体、お題として出すのは、その曲のハーモニーだけを、まるでソルフェージュの4声帯の問題のようにハーモニーだけをこうやって弾いてみて、でやっぱりここのストーリー、あるいは耳が作られていないとストーリーが作られていかない、ね、それなのにここをすっ飛ばしちゃってて、心拾えてなくて、ザザザザザザっていう単音で弾いてると、これちょっとやっぱり道路工事のような音楽になっちゃうわけですね。で、道路工事にならないように技術的になんか穏やかに弾いていても、これはもうちょっと私の中でバッハではないということなので、我々日本人がもしかしたら、苦手な4声帯がちゃんと下からバババババって一気に、耳で取れていますかっていうのを、1年でも早くの方が習得しやすいと思うので、育ててあげるということが、大事だと思います。日本の音楽大学の試験とヨーロッパの音楽大学の試験で、この4声帯の模範のね、出題者の出す回数が違っていたっていうのが顕著な例だと思います。日本の場合は大体多分横に取るので、最低でも4回弾いてくれるだろうという多分習慣があるのかもしれませんけど、ドイツの時は確か 2回じゃなかったかも、4回は絶対弾かなかったんですね。3回だったような気がします。あとは精神向的なこう、
分析的な知識があればっていうのも、あるしということですね。まあ、以前もちろん個人名は出さないですが、ソルフェージュのレッスン中に一回弾いて、ね、何人かいて一人の子がもう弾いたと同時にもうなんか次まだなのってある種のなんかどうやっていう感じでこうなんか上を見上げていてまだみたいな感じでどういうことなんだろうと見に行ったら綺麗に一番上の横断歩だけこうやって綺麗に書いてあってね、もう他は取る意思がありませんみたいな、ちょっと待ってそれやり方ちょっと待とうねって、そうすると上の音だけが浮き彫りになっているような音楽作りに、まあ、なっちゃうみたいな、これが、やっぱりそれぞれの作曲家がハーモニーをまるでこう家とか教会とかを建築するのと一緒で、上から上から上からっていう耳作りとこういう作り方とやっぱり受け入れるものがちょっと違うと思うんですよね。さっきの、まあ、取ってつけたとは言わないけど何かの表現力って分かりやすいかもしれないけどやっぱり浅いんだと思うんですよ。でやっぱり浅い音楽じゃクラシックの場合はないので、こう深みがあるというか、だと思うので、そういう音楽作りのこう感度を育ててあげるということも、大事だ。あとは、やっぱりそれぞれ一曲ずつがまるで生きているかのように、あまり完璧なものを求めようとして、まあ、結果感性がこわばり、肉体も筋肉もというかちょっとこわばりというか緊張して、で気を張ってっていうアプローチよりも、人の心のように浮き沈みってやっぱりあるし、心こそ不安定なというか頑丈でない、ことってやっぱり心こそ頑丈じゃない様だと思うんですよね。で、頑丈じゃなくていいと思うんですよ。この一曲の中にいろんな緩急があって、いろんな脆さがあって、いろんな歪みがあったりとか、時に汚さがあったり、そういうものに対して人間が作ったものに対して人間がそこの世界に預けていけるような感じ、楽曲を見ていってあげた人の音楽作りの方が人間らしくて、結果温かくて、前も言ったように回転スピードがちゃんとつながってるような、音楽に、なると思います。そうなので、まあいろいろ考えないといけないし、いろいろ試していかないといけないんですけど、素材がやっぱり単純だからこそ、素材が複雑じゃなくて単純だからこそ、そこから気づかせてもらえることっていう、あるいは磨けるテクニックっていうものがものすごく幅広く作られてますよっていう教材だと思うので、このまんまイコールの関係だとやっぱりこう乏しい音楽家になってしまう、あるいはこの曲何かのゲームのクリアのようにこういう曲だよで、これもあるとこまではうまいけどやっぱり乏しいから、この先にやっぱりもう限りはないという世界で、謙虚に、歩みを進めていくという様が先ほど言った演奏スタイルとつながっていく、と思います。現代人なんかこうちょっとやっぱり期限期日、こういうものをやったという何か
勲章的な、結果を、どの立場の人でも求めがちですが、そういうことではないよという、ことがきっと込められているんだと思います。まあ、そういう目的で書かれていないはずなので、そう、相変わらずちょっと12番に関係する話と関係しない話もあったかもしれませんが、またこのシリーズ続けていきますので、またご期待ください。では、終わりましょう。